マキタのハンディチェーンソー使っていると時々このチェーンが外れてしまうことがあります。私でも簡単に直すことができます。まずここを上げてくるくるっと回すと外れます。そしてチェーンと刃が外れ、刃っていうのかな、チェーンが取れます。ちょっとゴミを掃除したりして、シュシュ、掃除ができたら元に戻していきます。チェーンを自転車のチェーンが外れた時みたいに引っ掛けて元通りの位置に戻して、チェーンをはめます。くるくるっと回ると、これがなかなかやりにくい。はまりました。そしたら蓋をして、蓋をくるくるくるっと巻いて、一番最後まで決めて、はい、できました。私でも直せます。